こんにちは、スケです。今私名古屋におります。昨日名古屋着いて友達と夜ご飯食べてきて一泊して、今日はねちょっとだけ観光してから帰ろうかなと思っております。名古屋はすごい馴染みのある土地で、あの月1回は絶対昔来てたし、多いと月2回ぐらいかな、バンドのツアーとかで、来ていた土地です。すごいねご飯も美味しいし人も優しいし好きな土地ではあるんですが、あんままじまじと観光したことがないなって思うので、今回は2カ所ほどちょっと回ってみたいなと思います。で1カ所目が熱田神宮で、2カ所目が名古屋城、この2つにいて、あとはなんかその場で面白そうなものがあれば、やってみたり食べてみたりとかして夕方ぐらいにね帰ろうかなと思っております。じゃあどんな旅になるのか楽しみです。では行ってみましょう。今ちょっとコインロッカーに荷物を預けてきたんですが、今日土曜日なんでめちゃくちゃ人が多いですね。昨日金土でホテル泊まったんですが、ホテルの値段が3500円というめっちゃ破格の値段のホテルに泊まりました。でも別に居心地は悪くはなかったです。まずは名鉄に乗って熱田神宮に行ってみようと思います。今熱田神宮のある神宮前駅に来ました。多分森があるからそっちに向かっていけばあるのかな、神社わかんないけど、熱田神宮入り口に到着しました。でっかいで鳥居があるんですが、ちょっとなんか明治神宮を彷彿とさせますね。じゃあちょっと行ってみようと思います。熱田神宮といえば三種の神器の一つ草薙の剣を祀っていることでも有名なんですけれども、その草薙の剣っていうのは日本書紀とかでスサノオっていう人がいるんですけど、スサノオが出雲の国でヤマタノオロチと戦って、ヤマタノオロチの中から出てきたのがその草薙の剣と言われているそうです。二つ目の鳥すごい神木なのかな、三つ目の鳥居がありました。ここが御神殿かな、すごい開けた場所で開放感があります。ちょっとお参りをしてこようと思います。なんかねいいことがありますようにと。せっかくなんでおみくじ引いたら半吉でした。半吉って何、初めて聞いたんですけど。おごり高ぶる心の中に災いの種が潜む、先入観を持たず開く平らな心で物事に挑まねば後に、損することありだそうです。ちょっとじゃあ平常心で、おごることはないですけどね、あんまり願望途中に困難多し、あ、困難じゃない、願望途中に困難多し、マジか、学業ひたすら努力してよ。今中国語の勉強してますからね。方角東よし、東ね、どうしよう、引っ越しとかするんだったら江東区とか行けばいいんですかね。待ち人必ず来る、いいっすね。なくし物遅くても出る、旅行行いを慎めば吉、旅先では飲むなってことだね。商売値段をよく考えよ、争うな、選挙問題なし、縁談考える必要あり。桃色が開運色、桃色ピンク、マジか、了解です。病気やがて治るだそうです。普段お守り買うことはないのですが、今回ねさすがにちょっと買ってみました。心守り、さっきのおみくじに従ってこう気持ちが落ち着くようなお守りを買ってみました。信長兵衛というそうなんですが、織田信長が桶狭間出陣の際に熱田神宮お参りして、それで勝てたからこの兵衛を奉納したそうです。なんかよくわかんないですけど、可愛い土偶がいた。25丁橋っていうみたいですね。というわけで熱田神宮見てまいりました。すごいね、広くて
見応えもあったし、なんかちょっとパワーをもらったような気がしました。最近ね、ちょっといろいろへこむことが多いんでね、頑張ろうと思います。暑いよ、それにしても今からね、じゃあちょっと名古屋城の方に向かってみようかなと思います。暑いけど頑張って行ってきます。今、名古屋城のある名城公園駅に到着しました。名古屋城はね、本当名古屋何回も来てるのに1回も行ったことないんですよね。ツアーの帰りの高速道路から見えたことはあったような気がしますけど、うん、透明だったけどね。今思い出したんだけど、ツアー帰ってこう高速道路でみんなでこう車で大阪向かってる時に、ちょうど名古屋で花火やってて、こうでっかい花火が上がって、うちのメンバーみんな花火結構好きな方だったんで、すごい興奮したのを覚えてますね。すごいいい思い出だなと思い出しました。どうやら名古屋城の最寄り駅は市役所駅だったらしくて、今一駅戻ってます。あれが名古屋の市役所なんですかね。なんかすごいお城みたいな形して、すごいこれお堀の部分なのかな。草が生い茂っております。本来ここ池っていうか水だよね多分。名古屋ですごい印象に残ってるのが、今回は行ってないんですけど、大須観音にあるあの商店街の中にあるね、佐野屋っていうスーパーがあって、そこのお弁当がね、まあ味そこそこなんですけど、すごい安くて量がすごいっていうのでよく買ってましたね。それがすごい印象的です。よくね、ボーカルと僕とドラムかな3人で買ってましたね。で、あのリハーサルの前にまずちょっと食べて、リハーサル終わって食べて、で本番終わって食べてって言って、全部食べ終えるっていうのをボーカルはねやってたんだけど、僕とか結構もう腹ペコだったんで、リハーサルの前にとんでもない量を全部食べ終えてからリハーサルと本番やるみたいな感じでしたね。すごいだから、あの重宝してました。行くたんびにね、どのお弁当にしようかなってすごい楽しみだったような、そんな記憶がありますね。加藤清正の像がありました。でね、ここから名古屋城の天守閣に向かってまたね歩いていこうと思います。よっしゃ、じゃあ初めての名古屋城行ってみたいと思います。名古屋城チケット500円でした。でもね、天守閣の中には入れないみたいです。僕それ初めて知りました。名古屋城天守閣、本丸表2の門だそうです。ここから入っていきます。こちらにはもともと本丸表1の門があったそうです。空襲で焼けちゃったらしいです。ここは車寄せといって、将軍とか正規のお客さんが入る入り口だそうです。間近で見るとやっぱかっこいいですね。プラモデル欲しくなる。これが金のシャチホコ、わかるかな。一応天守閣の中には入れないんですが、間近で見るとこんな感じです。名古屋城の本丸殿に入ってみたいと思います。この間テレビで名古屋の人は金色が好きだってやってたんですけど、なんかその理由がわかりますね。
ちらも加藤清正の像があります。というわけで名古屋城見てきました。なんか金色の部屋が出てくるたんびに周りの人が、ああ名古屋っぽいと言ってるのが印象的でした。今からねちょっとどっかでご飯を食べようかなと思います。暑い。せっかくなんで帰る前にヤバトンを食べてから東京に帰ろうと思います。味噌カツとロースカツのハーフのやつを頼んでみました。美味しそう。久しぶりだ。いただきます。名古屋っぽい味がする。ヤバトン食べてきました。めっちゃ美味しかったです。というかまあ名古屋に来たって感じしました。ここねちょっと思い出の場所なんで今ちょっと寄ってきたんですけど、じゃあね、そろそろ東京の方に帰りたいと思います。名古屋ね、駆け足になっちゃったけど2カ所旅できて、面白かったです。熱田神宮と名古屋城でね、どっちもいいところでした。またね、遊び行きたいなと思います。ではまた次の動画で、バイバイ。